ございます。患者一同さん、あれですか、オープン開演記念。カズサさんそう、診療時間は6時14、あ、違いました6月、りょうさん結婚してギフトありがとうございます。フラスタタワータワー、何のタワーだろう。え、でも花みたいな感じのタワーだ、すごい、ありがとうございます。ソワーカスさん、かわいいギフト。ひでのひでさん、結婚してギフトありがとうございます。しゅんすけさん、ひるまさん、ジョー太郎さん、ありがとうございます。会員祝いをありがとうございます。そう、さやからさん、ありがとうございます。カルテを書いてくださって、それに答えてそれに答えていこうかなと、診断していこうかと思います。です、今のところするのかと言われたら、それはちょっとわからないんですけどなんかよく病院とかでなんかこういうの見るなって思って書きましたので深い意味はあまり、あ、でもナース服はなんだろう、なんか普通の服って言ったら普通の服っぽくないですか。これどうでしょう、どうでしょう。コスプレ感がそんなにあんまりない気がするない気がしますので、今日は割と大丈夫な気がしますね。で、大丈夫ですね。カタックさん、かわいいギフトありがとうございます。熱があって、いや、これは熱の方は内科に。皆さん、ハート100個ありがとうございます。病院ではないので保険が適用される病院ではないんですよ。カズさん、ハート100個ありがとうございます。あ、追いついた、追いつきましたので、そろそろ早速自由診療で腐って、本当に診療できるのってじゃあ診断に入ります。さやかりんがまともに診療に入っちゃいます。医師免許見せてください。あれ、医師免許はちょっと今は忘れちゃいましたけど忘れちゃいましたけど、ありますよ、見せないだけであります。まして、ありがとうございます、書いてくださってどうしよう、どうしましょう。初心は
初心は、いっぱいありがとうございます。初心は無料です。どうしよう、どこから一番新しい、古いどういう感じでしよう、どういう感じでしましょう。初心ですって変となっておりますね。可愛いギフトありがとうございます。全部やるのかって、全部さんありがとうございます。初見さんで初心ございます。初心さんで初心さんですね。来てくださってありがとうございます。気になったものを、気になったもの、何のために抜粋って難しくないですか。冗談です。もっくんさん、かわいいギフトありがとうございます。時間が許す限りやってみる。冗談です、冗談です、冗談ですよ。じゃあ古いとこから読んでいきます。絶対初心しか来ないやつやんって。冗談です、冗談です。私目が覚めていくと思いますので、ちょっとしばしお待ちください。おはきろ。さやかりんのことを考えると胸があります。何か好きではございません。お仕事ですよって置きます。頑張ります。お仕事ですので、それは病気では、病気では悪い病気ではありません。いい方向にどんどん行ってるという証拠なので、ぜひ素晴らしい、素晴らしい体調にどんどんなっていくと思います。笑わないって、あ、すいません、すいません、どうしよう。そう、経過観察ですので、じゃあまた1ヶ月後にお越しください。読んでいいのかな、読んでいいですか。何気に、あ、予習してきてない。ないので、全部様子見だろうって言われてる。
にお越しください。え、晒し上げって言われて60,900円を名前はどうしよう。じゃあ次、好きな子がメイド服を着てくれなくてほどのお悩みですか。いやあれですね、まず自己紹介するとそしたらその好きな子も是非じゃあ次はメイド服もし笑わないカオスってね、お大事にです。じゃあハローサンタさん、ぜひまたまたお越しください。こんばんはな。15分、どうしよう。あら、ハローサンタさん、また好きな子が猫耳をつけてくれません。あ、それも今と同じ。あ、2回目に診療ということでよろしいでしょうか。冗談です。2回目も。2回目も無料で大丈夫です。2回目も無料ですよ。かって。山田さん、かわいいギフト。ありがとうございます。人に このクリニック面白いって言われてる。もっくんさん、ハート100回ありがとうございます。人にあまり過度な期待をしないことですね。感謝することができるので生きていくのがおすすめですね。あ、初めて
まともなしに、なんかいいこと言ってるって落ちがないぞって、そこ落ちを求めないちょっとこれはね、さっきからずっと深い答えをしすぎて落ちちゃいました。落ちを求められたからちょっと、きっとこの子が なるほど回収なの？回収されちゃうの？大丈夫かな。なんかすでに落ちそうな感じがしてる。壁がね、そうちょっとザラザラだから、そうどんどんと。さん2回目でもくてさん3回診療ということで行くのがいいでしょう。私普通に行きましょう。もうまだ私はそんな本当の正式な握手会はしたことがないから、わかんないんですけど、一緒にいろいろな話をしていってだろうどうなんでしょう。とりあえずじゃあ初めましてから話しましょう。でもいろいろと話したいことも、私皆さんに話したいこと何も、どんな話をするとか考えてこなくて大丈夫です私が保険は聞きません。あ、文通から頑張ります。そうしましょう。お待ちください。1ヶ月後に大事に。次の患者さん、ある夜行性アイドルが朝の分からないので毎朝5時になると目が覚めてしまい
寝不足です。どうしたらいいでしょうか。どうしましょう。あ、それよって秀キンガーさん、それはおつらい、つらいですね。どうきましょう。お薬を、いっぱい寝れる薬を出しておきましょう。明日ですかって。いやーでもどうでしょう、ちょっとね。ちゃんとする前はちゃんと匂わせるので。とりあえず大丈夫です。とりあえず、うん、もうぐっすり寝てください。何もなかった。え、そうですね。匂わせがなかったら、きっと30日の。ちゃんと分かる感じに匂わせんけど、断言はしませんけど、なんだろう、明日は4時半に目覚ましかけるぞとか場面で送ったり多分すると思うので、断言はしません。ちょっと起きれなかった 0.5% でも起きれなかったら、ちょっと嘘つきなかったらどうしよう。ただ4時半に起きただけですってことで、こっちの方がちょっと最低ですね。ちゃんと頑張ります。フェイント。はい、じゃあ。えって。ってなっちゃう。早く目が勝手に覚めるので、推し面が5時からゲイラする、そのうん、ダーツーさんもデキンガさんと同じで、うん、暑さのせいで勝手に目が覚めるっていいですね。ね。なんですけど、うん。羨ましいのでぜひ。興奮ですので、ですので、うん、じゃあお薬を出しましょうか。
よく眠れるお薬をなさってください。原因原田さやかって言われてる。あ、リンゴ、そう、リンゴ、じゃあリンゴのお薬を、リンゴのお薬を、リンゴのお薬を出しておきますね。いや、こちらも初心なので無料で、無料で差し上げます。よく眠れる、ぜひお大事になさってください。次ですね。そうですが、肺炎になってしまうことがありまして、心配で仕方ありません。カリンになってしまうんですね。どうしましょう。多分ね、その人は多分定期的に世界と自分に。またなんかそういう時はリンゴを食べて、リンゴを食べてゆっくりと診断結果放っておけってそういう、そんなことじゃないんですけど、そうね。寝たら治る。いや、でもできるだけ、多分できるだけ闇会にならないように。んじゃあその人にもですので、ありがとうございます。心配してくださって、ありがとうございます。ありがたいので、リンゴを差し上げます。リンゴを1個差し上げます。ありがとうございます。ということで、じゃあお次です。お大事になさってください。リンゴゲット。もうまあ、直接会って話せないだからかもしれませんが、どんな言葉をかけてあげればいいですか。いや、でも、いや、ちゃんとお手紙、ショールームのコメント、さやからメールの返信届いてます。とても支えられてます。ありがとうっていうより、なんか私のって来てませんか。どうしましょう。真面目、いい質問ですねって。そう、気づいちゃった、気づいちゃった、闇かりん対策。嬉しいです。そう、だんだん、そうだ。でも、生まれつき心配性でネガティブシンキングなので、すぐ考え込んじゃいます。あ、でも、寝ましょう。リンゴをいっぱい食べて寝たら、大体の単純なのかもしれないんですけど、いっぱい寝たら大体元気になるんです。
でもネガティブシンキングは私も一緒だから、一緒だから気持ち、いつらリンゴ食べて寝ろって。そうはしますね。平和だなって、なんか今 LINE が来たって思ったら公式アカウントでした。びっくりした。じゃあ次どうしよう。最近おはようメールが毎日届きます。さやかりんはそんなに早く起きれないはずなんです。ハローサンタさん、3回目。3回目の診療をありがとうございます。3回目。おはようメール、今日ちょっと途切れちゃった気がするんですけど、送ったかな、5日間ぐらい。そう、できるだけ送っていくので、そんなに早く起きるはずなん。そこバカにしないですよ。いや、ちゃんと起きてるはずですので、うん、ぜひ疑心暗鬼にならずにいっぱい寝ましょう。あれ、なんかメンタルクリニックってこういう感じでしたっけ。あれ、皆さん初心です。部屋の中でストレッチや筋トレをやる気の出るメッセージをお願いします。あ、やっとヤミカリン、セヤカリンから離れました。みこまさん、ありがとうございます。良いお悩み。あ、ハロ初見さん、ありがとうございます。切腹さん、初心さん、初見さん、ありがとうございます。ぜひこれからも来てください。待ってます。カズさん、ありがとう。ギフトよくありがとうございます。初見です、こんばんは。あ、なかなか、うん、良いお悩みですね。でも気持ちは分かります。そう、毎日ストレッチとかだんだんちょっとしんどくなってきますよね。いますよね。で、ちょっと共感することしか、あなたの言ってるので頑張ってください。わかんない、答え方がわかんないです。わかんない。リンゴを食べて頑張りましょう。えって言われてる。してますよ。とりあえずね、リンゴを食べてやる気を出しましょう。あ、でも、うん、たまには
情報も見たんですよ。なんか2日に、なんだろう、たまには休みの日を入れた方が筋トレは効くみたいな記事をどっかで、ぜひ自分のペースで頑張ってください。ごほごほ、病院はここかって、あ、咳の方は内科へ。病院はここです。サボらせる方向にって、3日に1回は休んだ方がいいね気分です。内科林はドクター、パチパチ、あ、ウィーコマさん、パチパチギフト、大吉さん、かわいいギフトありがとうございます。熊本の県安堂コロちゃんさん、会いたいアイドルに出会ってしまいました。今まで握手会と勇気が出るでしょうか。いやもうそれは会いたいと思ったら行った方がいいと思います。きっとアイドル、ぜひ私にも会いに来てくださったら。あ、おいおなんですか、誰、違うかな。違うかな。あ、自分をアピールするべきですか、ここは。あ、喜ぶ、私だったら絶対嬉しいです。行った方が、どうしたら勇気が出るでしょうか。勇気は、指導行ってみる。ぜひ、あ、じゃあまずは私に本当のところに、おいでおいでです。診断結果はおいでおいで、そう、おいでおいで。なんか初めておいでおいでが、おいでおいでします。ありがとうございます、さやかる手を書いてくださってですね、おいでおいで病。ということで、お次です。毎回結婚してギフトを送っても文通から始めましょうってとぼけられます。これは脈なしなんでしょうか、それとも諦めずに投げ続けるべき、診断の方お願いします、リクトさん。あ、なるほど。諦めます、いえ、とぼけてないですね、きっとその子は、その方は。ちゃんと文通、あ、結婚してギフト、リクマさん、いっちゃう、ありがとうございました。皆さん、とぼけてないですよ、これは。とぼけてないから、文通をね。
年間は文通で